地獄絵を衣に縫いり、流行る歌を歌う、地獄多遊。月岡義都新型36回戦。絵き絵きは、変装図を含む、説話が等の仏教絵画を物語る行為、及び、それを行う日本の職能、芸能である。当初は装飾にあるものが言ったとされるが、間もなく、交換芸能化、大道芸化した。女性の、絵きを、絵きびくに、絵きびくに、 あるいは歌びくに、漢人びくに、熊のびくに等と呼ぶ。熊のびくにが絵解きをしながら配った熊のご往復。歌びくにたちが演奏した楽器、ビンザサラ。そもそも仏教の教義をイラストレーションとして表現する変装図は、中国の北慶が四四国で行われていた造形物を変幻と呼んだのが最初であり、東南アジアを通じて日本に伝えられ、 日本で独自の展開をすることになる。絵時が対象とする節和、画は、側、ンダラ、ネハンズ、ハチアイズ、個別の寺社にまつわる、祖師、高僧伝、寺社演技、三景マンダラを絵画や絵巻物、掛け服にしたものであった。特に俗界公は、地獄絵図を多く取り上げた。平安時代中期の十世紀、第五天皇の第四巫女、重明親皇が書いた日記、 リブ王記にある931年の項目で、上岸寺で釈迦八層への絵時が行われたのが確認できる最も古い記録であり、第五寺の第五雑時期にも引用されている。平安時代末期から鎌倉時代にかけて、絵時は芸能として成立し、地獄絵図を琵琶の演奏と共に語った。中世紀になると、熊野本源の肝心を目的として、 諸地域を巡り歩く、熊野美国が登場する。小脇に抱えた大型の不箱から取り出した絵巻物による、地獄絵図、極楽絵図の絵解きをしながら、熊野五王府と菅絵を配り、歌念仏や浄土和山、世間で流行した利用や小歌を歌いながら、物語をした。当初は二層であると思われていたが、遊女としての側面も備え始める。肝心美国とも呼ばれ、 また、えときをするものを特に、えときびくにと言い,い、これらは、熊の信仰による、熊のびくにの一種と考えられていた。室町時代、俗人の、えときが登場し、15世紀末の1494年に、編纂された32番職人歌合わせの冒頭には、いい足気になるものとして、千秋万歳帽子とともに、えときとして紹介され、描かれている。江戸時代には、 えっときはついには、宗教というよりも、明らかに、大道芸となった。かつて、熊の美国、肝心美国であると考えられていた者たちは冷落し、歌美国と呼ばれ、瓶座皿を伴奏に小歌を歌う芸能者であり、盛り場で売春を行う外商となっていた。歌美国たちの年長者を五両と言い,い、これが、小美国たちに管理売春を行った。山伏を夫に持ち、江戸、 浅草に、ビクニ屋を開く者もいた。1688年に完成する、四季道大橋には、熊野ビクニとの遊び方が指南されてあり、遊園の名称、ビクニの棟梁としての4箇所8人の名を挙げている、天南年間には、2層の衣装を着た遊女である浮世美国が現れ、伊原西閣は、1682年に上司した、高職一大男に、このところも売り子、 浮世美国の集まりと早速登場させている。玄禄年間には、伊勢寺の肝心であると称して、二層の衣装をまとって、諸地域を漂白する遊女である、伊勢美国が現れる。1690年から日本に滞在したケンペルは、熊野美国について、ブッドである美国とは違うこと、日本中の街道の至るところで見ること、容姿に優れていること、 貧しく若い女性で人柄も性も要望もいいので、記者にも苦労しないことなどを記している。18世紀の人形浄瑠璃、国戦や後日合戦で、近松門左衛門は、めの帽子の伊勢びくにというフレーズで登場させている。1780年代以降には、これら売春婦としてのびくには、廃れていったとされる。一方、1847年に成立した、 元を内置等による当時の制度交渉書、静社公には肝心美国未公領の公があり、肝心美国を静社として挙げている。えときが対象とする説話画の例である。ありがとうございます。